ナイスブラザーラマ。こんにちは、マイクは言ってる？マイク今入れた、ごめん、電話してた。この携帯をこの設定をな、お休みモードあれからやってもしんどいよな。最近ついにもう自宅の電話使ってんもんな。もう携帯こうやっていろいろやるから自宅の電話使ってるもん。自宅かけてきてっつって。それでは皆さん、ちょっと俺さ、ギルド、うちのギルドもすげえよ。みんなレジェンドになっちゃって。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,19人。レジェンドになってから入りたいって人はもう結構入れちゃってる。あ、結構みんな戦ったな、この1ヶ月な。このね、タクチンって人が、タクチンは、見るたびに対戦してんだよ。もうこのチームで一番戦ってんだよ。ギルド覗くために対戦中なんだよ、タクチン。今珍しく対戦してねえけど。655勝。すごいさ。人玉とレッドアーチャーがクソすぎて。でもやっぱ結構面白いよな、これな。錬金石がね、結構溜まったん。ちょっと錬金石が結構溜まったんですけど、何に変えたらいいかな、つって相談を。もう結構レジェンドが集まっちゃってさ。ちょっと何で、1万円でしょ？レジェンドってランクイン数字での1万位でしょ。俺まだ県外だから今日1万位以内に入ろうと思って。このまあ結構カード、俺課金1万2000ぐらいだけど、何がいるかなと思って。2、4、6、や。レジェンド、ランク上げても自己満じゃないですか？とりあえず県外ってなんか嫌じゃん。2、4、6、いやリーダー何使ってるの？結構あんな。レジェンド18枚あるな。リーダーね、テリーがいいんじゃねえかなと思ってんですよ。それなりにリーダー、まあ、足んないカードいっぱいあるんだけど、今レジェンド隊でランキング上げるの何がいいかなと思って。相談乗ってくださいよ。一番やってんのはゼシカ。レベル39。テリーもそこそこやってんのはレベル25。ククール16。マグロゼシカは相変わらず鬱陶しい。マグロゼシカはね。アリーナとか全然だ。ミネアも結構やったな。テリーは正直雷鳴の剣あればなんとか。テリー、アトラスいるかな？ククールかゼシカじゃない？知らんけど、笑。最近さ、ガボ入れてんだよ。このガボが後半ちょっとカード切れで、ちょっと攻めきれないって時に意外とガボが活躍するんだよ。最後3点取ってくれたりして勝ったりするんだよ。大体みんなこのデッキだよ。大体みんなさ、マルチナ入れてないね、ゼシカは。意外とこの影の騎士とか強いよな。キラパンもいいよ。キラーパンサー？キラーパンサーどういうカード？あって、俺ちょっとテリーで行こうかなと思うんですけど、アトラスいるかな？ワタボはいらねえかな。このミッドレンジテリーだと、
アンルシア入ってるけど、まあでもこのな、ジゴスパーク使わなきゃいけねえ時ってもうほぼ負けてっからな。ちょ、ここに、あと今レジェンド1枚入れるとしたら何を入れようかなって悩んでんすよ。なんか見てるとトルネコ強いけどな。アンルシアよりサイレス、サイレスの方が今のアンルシアもダメなんかな。ちょっとただもうゼシカはさ多すぎて、もうゼシカはもうほんとあのもう運勝負なんだよね。ゼシカの数が多すぎて。レジェンド入れるならシド、シドか。まあ、ククールとシドは相性いいか。レジェ到達はね、僕は最後ね、最後何かな、最後やっぱゼシカかな、これかな、最後ゼシカでしたからこれですね。タイゼシカデッキ作ったのにゼシカと当たらなくなった。タイゼシカだったら今一番どれがいいの、やっぱククール。ククールゼシカと当たんなかったらほぼ勝てなくなっちゃったな。ユムサカサワイはこれどうですか。ククール、ククール。ちょっとククールにするか。ククールは、おー、ルシアだ。ルシアランカーになったって本当？お前プロゲーマーになれんじゃねえ。ルシア、これで100位入れたら、70位？お前プロゲーマーになれんじゃねえ。いや、これで70位はすごいわ。ちょっと俺、動物の森がみんなやってるから、ちょっとダウンロードしちゃった。動物の森癒されるぞ、結構。ちょっと今、動物の森が見えて恥ずかしかった。ちょっとルシアのちょっと順位確認するか。ちょっと70位はすげえな、ステルスクール。ちょっとルシア見よう。リーフさんは7くらいですよ。リーフさん、リーフさんって誰？リーフさんって誰ですか？お、アストルティアだって。リーフって誰だ？いや、これ100位はすごいって、マジで。リーフさん、このゲーだよ。いや、これ正直、コロシアムランカーの100倍すげえよ。あれ？え、ルシア、タコってタコじゃねえべ。ルシア、どれだよ。あ、ルシー！やば！ 79 位とか。しかもギルド入ってねえし。2735ポイントとか、すごー！すごい !100 戦以上勝ち越してる、100戦以上勝ち越してるってことでしょ。だから400戦やったらもうすごい、400戦でも、400戦だったら250勝150敗 ?250 勝150敗だから勝率7割 ?65% ぐらい。すげえな。いや、トップで戦って65%勝つってすげえよ。俺もルシアと迷ったもん。じゃ、ルシア今ちょっと勝つのどれがいいかな。今このレジ、これさ、俺今22,298位じゃん。これって100位以内の人と当たるの？ 2 万位の人と1位の人が当たるっていうマッチングはありえんの？それともある程度こうポイント近い人と当たるようになってんの？その仕組みが分かんねえよな。当たらない。当たんないんだ。やっぱ下の方は下の方のあれなんだ。じゃあ俺ワンチャンじゃん。俺とりあえずあんまやってねえけど、勝ち越して最高130ポイントぐらいいったんだけど。俺100位ないとばっか当たるし。ルシア、お前すげえな。
本物だなこれ。ポイント使い同士だね。いやこれは本物だなルシア、これはすげえな。これ東京大学入るよりすげえよ。まあ俺東京大学入れなかったけど、すげえな。ちょっとルシアちょっと尊敬した。これ本物だこれ。お前向いてねえから動物の森やった方がよくね。うるせえな。ちょっと面白えからこれからなんだよ。俺だってほとんど初心者だもんカードゲーム。まあ、皆さんのねお力添えによってレジェンドになりましたけど、普通に勝ちてんだよ。いや、ククールかな。とりあえず今日1万円入ったら終わるから。ちょっとククール。今一番クールなククールデッキ作ろうぜ。一番クールなククール。県外抜けよ。ランク外、わら。うるせえな。いや、だから今3万人ぐらいいんだぞ、3万人。だから、このゲーム300万人やってるよ。300万人が、もうダウンロードが1000万超えたんでしょ ?300 万人ぐらいやってるよ。こんにちは。これデッキ編でしょ。マジでちょっとこれ、このデッキ構成、しかもよ、放送めちゃくちゃ多いな。ライバルズ放送めちゃくちゃ多いよ。この前ドラクエ10放送やって思ったけど、ドラクエ10がやっぱりこの放送は一番生きてきてる。ちょっとライバルズ放送いまいち。いや、ちょっと待ってくれ。とりあえず、ククール、ゾーマ、シドウ、竜王、これザラキ、ね、ベリアル、ここら辺のレジェンド隊は入りますね。ベリアル、アンルシア、で、レッドアーチャーね。レッドアーチャー、まあいるな。まあ必要だったら俺1枚レジェンド作るから。まあこれな。まあでもレジェンドは18種類あれして、砕いたのも入れると24種類ぐらい手に入れたけど、ドラゴンが一番ゴミだな。今流行りのピサロ。ピサロも俺カード足んねえんだよな。俺ね、ゼシカがこの金、このメタ金ゼシカありなんじゃねえかなとか思ってんだよね。まあちょっと後半長引いた時用だけどね。これボカーンって当たってテンション上げて、もう一回ボカーンって当たるってできるから。いやだから、そんな今カードが足んないってこともないんだよ。このゲームあんま関係ねえんだよ、札束。その時に流行っているやつを指すために、自由にデッキが組めると勝率が上がるってだけで、別に金で強いあれが組めるってわけじゃないんだよ。だからよくできてんだよ。だからちょっとククールデッキ、ちょっといいククールデッキ教えてくんないですかね。ククールデッキ。ドラクエライバル。ゼシカ。ククールとゼシカで行ったかな。やっぱ基本的にあれでしょ。基本的にもうレジェンド上がるときはゼシカ買ってククールで上がる人が多いでしょ。ミネアとかで上がった人はすごいよ。ルシア見つけば早いよ。いや、ルシアもうプロフェッショナルだからな。この、ちょっとコロシアムランカーの100倍すげえよ、マジで。コロシアム人口の100倍以上いるじゃん。今、ドラクエ10のコロシアム人口ってまあ500人ぐらいじゃん、今。まあ500人、まあ今400人から500人ぐらいじゃん。やってる人半分ぐらいランカーになれるらしいじゃん、今。で、まあ、こライバルズはな。いや、ほい、なんか100位入ったらあれじゃねえ。有名なゲーム放送、YouTube 放送とか、ゲストで呼ばれるレベルだよ、これ。ステルスに復活くっつけて、ニョキニョキ生やすと面白いよ、ほんと。ちゃっ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 ちゃ。ククールのデッキレシピ集。コントロールククール。コントロールククール。これもうさ、デッキ古いっしょ、これ。これみんなこのゲームウィズとかみんな見てるから、これのデッキ作ると逆にやられんだよな。なんか最近マウスが、なんだこれ。
アリーナも楽しいよ。ステルスには矢と力の指でとんでもないダメージ出せる。アリーナか。こんなんも昔のククールでしょこれ。パワースナイプ、こんな HP 回復のやつで、これが防音なんとか。もう天使もな、竜王天使入れた時強いけど、あんまりそんな機会来ねえしな。ベホイミ、ちょっと昔だよな。ザキ、リトルライバーンは強いんだよ。天使ゾーマにつけて復活させると無敵ゾーマ生まれるのでは。天使ゾーマ、ああそうか。でもそんな後半までもつれ込むかな。とりあえず見ていこう。とりあえず、パワースナイプ、ボーンバット、どんぐりベビー、天使の守り、ベホイミ、ホイミスライム、そしてガチャコッコ、はぐれメタルのリトルライバー、猛者の人玉、ザキが2枚、グランドクロス、ベホマ、レッドアーチャー、アンルシア、ベリアル、ザラキ、竜王、シド、ゾーマ。普通ですね。普通だけどこれでいいか。これで勝つ。普通のククール。俺の出番か。カモンゼシカ、早く終わらせて美女たちと戯れたいね。ちょ、カモンゼシカ、カモンゼシカ、カモンゼシカ、ちょ、ゼシカ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 。まあ、もうトルネコとかダメだろうが。ホイミスライムよりピンクモーモンのが強い気がする。あ、ほんと。最近はサイレスとかオークキング入りが多いですね。なんだこれ、オークキングとか言ってほしいよな。あれ全然いらねえな、これ全然いらねえな。ガチャコックだけだし。デジカムもやられる未来の予感。対戦するとこっちはあぐらでしか確かに当たりますわ。ククール、なんかこれマッチングよ。なんかマッチング特殊なあれがあるよな。最近トルネコはすげえ強いイメージが。天を天に任せて。はあ。さて、とっておきのお宝を。トルネコは煽りムカつくよな。スルスルで言う中電子メッセージ。最近はククール弓持ち増えましたよ。あ、そう。打てる手はないみたいな。私のケイロンの弓。なんか今日誰か言ってたけど、それはちょっとなんか引退するかもしれないだろう。はぁ、アクロデシカだけ狙ったら、それが考えることなんてほとんどないと思うけどね。ネット生活限界で引退説が、それは。そらそうだな、超放送してんもんな。ショートボウってニコスの弓いいよ、わら。あ、そう、ショートボウ。え、ルシア何でやってんの。もうこれ鬱陶しいな、これ。この1-3とかだりーな、これ。これだりー。いや、これはダリー、1-3はダリーから、これガチャコッコ。打てる手はないみたいだな。手置きを見せる。貧乏な話アピールしてると気持ち悪いやつが裏で支援したりするんだよな。ほんと気持ち悪いよな、あの文化。俺大嫌いなんだよ。俺のターンだ。気持ち悪い裏囲い、超気持ち悪いよ。男の裏に女の囲いたいしてると超気持ち悪いよ。俺も古いのかね、そういうところね。どうしようかな。ライバーン、グランドクロス、グランド、ちょっとグランド、それは放送結構人いるよね、人気勝主だね。鬱陶しいけど、トルネコはあんま回復はあるイメージねえから、ここは
わわゲストでそれは読んで。よし、俺に任せて。俺もこれグランドグロス。それちゃん嫌な成分少なめないね。それちゃん俺電気止まった後ちょっとあのなんかで絡んだぐらいで、なんかスライム探すの絡んだ以来だな。それちゃんこの前チラッと放送見たらなんかラグナっぽくなってきて。ラグナも昔はそんなに害なかった感じなんだけど、ただのクソオタクだったんだけど、最近調子乗ってからなんかすげえ感じ悪いもんな。あいつデデデン、あっ、さあ行こうか。助けたら嫌だよ。シンジだってあれ一緒に働いてたからうまくいったけど、そんなお前ゲームだけやってるやつ作ってどうすんだよ。本人にもかわいそうだわ。うわー、もうこれは行っちゃうね、これはもう行っちゃうね、もうめんどくさいから。おらぁ、うわ、打てる手はないみたいだな。いいねいいねいいね。私のターンですね。いいよいいよ、ゴム削れるし。ここら辺からね。なるほどね。はぁ、さあどうするかな。これザギ通んねえもんな、あれな。ザギ通んないから、ここはレッドアーチャー出してから上げる。はっ、打てる手はないみたいだな。手に任せて。これアーチャー処理せざるを得ないだろ。これ人玉で処理せざるを得ないだろ。久々に格ゲーちょっとやりてえな。覇王昇降拳を使わざるを得ない。両坂崎とは懐かしいよな。ロバート・ガルシア、東堂なんとか。あーもうこれ鬱陶しいな。ナイスこんにちは。ナイスこんにちは。あ、これは鬱陶しい。これは鬱陶しい。竜はここが腐敗。ちょっと渋いなこれ。あーちょっと渋めですねこれ。あー渋め。高虎。あー高虎か。おっと、のんびりしておりゃ。いやこれ腹立つなこいつ。なるほどね。なるほど。なるほどね。効果。なるほど。なるほどですねこれは。もうこれベリアルやってやりたいぐらいですねこれは。ただベリアルやってやりたいですけど、それはそれで気が早いっすね。いやベリアルやってやりたいぐらいですね。ベリアとやろう。いやこれはベリアちょっと我慢ですねこれは。これはまあ手堅く、まず手堅くどんぐりベビー出して上げて、とりあえずこいつは倒す。打てる手はないみたいだな。まあとりあえずな、ちょっとこれはもう超もうゾーマも手札にあるし、長期戦に持ち込んでオッケー。私のターンですね。ザキとゾーマとベリアルあって、こっから力押しで負けねえだろ。トルネコごときに。さてとっておきのお宝を。全然関係ねえけど、今格ゲーの話してね。まあ、両高崎は画廊伝説も出てきますけど、画廊伝説ってあったなと思ってたら、対戦相手の名前が J でしたね。ブレイクダンスやるやつ。出せ。いやーそこか、そこな。なるほどね。あそこ上げる、そこ上げてね。あ、なるほどね、そこ上げてね。俺のターンだ。こいつ分かってるな、ベリアル出してくるの分かってるな。これ分かってますね、分かってますね。どうするこれ。ライバーン出して、あーいやダメだ。いやトルネコこの計算式腹立つよな。待って、こっちはその気になれまだ死なねえんだよ。11点だろ。
まだ死なねえよ。いやどうするこれ、ザキガボにザキ使うのもったいねえな。血の調整が楽しいから猫。どうすっかな、これは悩むな。時間も少なくなってきたし、これ悩むな。さっさ終わらせるか。あ、ベホイミ。ベホイミ。ライバン切ってよいんじゃない？ライバン切らない。ヤンルシアとかマジもう何なんだよ。いやこれはちょっとごめん。これはガボにザギ行くわ。ザギ。4点節約しましょう。これで7点、はい、お相手8点、お相手10点。いやーなるほどね。なるほど、いいとこか。いや、こちらの手札が見られてるかのような夫人のされ方。いや、これは渋いですね。これは渋いな。これはごめん、これはこいつをくれ。これでまあ4体ゲットして、ナイスでなる。なんだよ、参りました。こっからじゃねえのかよ。いいね、ククール。気持ちいい、わらわら。おお、これも入ったか、1枚入ったか、これ。おー、いいね。これさては入ったか、1枚。これ結構カクカクしてんな。ええやん。まあいいね。ギルド。じゃあだっちゃっちゃ。ナイスブラザー。ちょっとためなチーム話しかけよう。皆さんギルド、レジェンドじゃない人に感じ悪いな。レジェンドの方、順位150ポイントくらいないと入れないと思う。いくつですか？150も必要なの？ハードル高えな。これどうする？ククールでいいと思う。もうククールでいくわ。俺の出番か。頼むぞ。終わらせて美女たちと戯れたいね。美女たちね。この勝負俺が勝たせてもらうよ。頼むぞ。いつでもいいぜ。頼むぞ。パワースナイブベ、一見無駄のないカードな気がする。一見無駄のないカード、オッケー。さあ、行こうか。はっ、俺のターンだ。さあ、
これでいきなりボーンバット出していきなり回復ありなんだよ。俺のターンだ。いやこれはねボーンバット出すでしょ。でここはまだいかないんだよ。もう一体ボーンバット出して回復だよ。まあ、ハグメタ来たらついてない。こいつをくれ。ふざけんなよ。こいつ感じ悪いな。俺のターンだ。こいつ感じ悪い。まあ、ボーンバット出して回復して。これ破壊の波動。いきなりこれ4点がバコンと削られることってあんまないんだ。ないみたいだな。行こうか。よしいいぞ。俺のターンだ。なるほどね。なるほどね。なるほどね。打てる手はないみたいだな。さあ行こうか。よし一歩リードを取った。本の前が最初笑い。いやもう癒しの波動。なるほどね。なるほどね。俺のターンだ。なるほどね。なるほどね。なるほどね。グランドクロスは来ないと踏むから、これはもうレッドアーチャーでどうせ狙い撃ちされんな。どうせ狙い撃ちされるから、これはレッドアーチャーを撃って、レッドアーチャーを、こいつをくれ。あーしまった。単純ミスした。ちょっとレッドアーチャー出せなくなった。アホかお前。いやこれでレッドアーチャー出せないのアホだ。アホかお前。引き算できないのアホか。さあ行こうか。ここに来るよね。なんだこいつ攻め攻めだな。やばいちょっとやばいやばい。俺のターンだ。中途半端なカードしか来ねえな。ギリギリレッドアーチャー出して、さあどうするかな。これ多分無視して顔殴ってくる多分。いやもう私も一緒に戦います。やばい、これは鬱陶しい。これでも食らいなさい。やばい、これは鬱陶しい、やばい、これはやばい、これはやばい。さあ、行こうか。これはやばい。これはグランドクロスかザラキか迷いますね。グランドクロスかザラキか迷いますけど、これはこれはグランドクロスのデフォイ。グランドクロス。ごめんなさい。デフォイミ。あとは頼みます。天使からの救急。俺のターンだ。シビーな。ちょっと不利だな。動物の森ちょっとやって30分ぐらいやって癒されたんだけど、フレンドを作んないと先に進めないことに気づいてもう挫折しかかってる。なるほどね。
いやー、ちょっと渋いね。時間も少なくなってきたし、行こうか。いやー、ちょっと渋いね。いやー、ちょっと渋いね。いや、渋いね。これは後半につなげるためにザラキだね。ザラキ！打てる手はないみたいだな。俺のターンだ。そろそろ気出すな。ほら、そろそろここら辺気出すな。行こうか。天使の守り。ちょっと時間稼ぎ。打てる手はないみたいだな。俺のターンだ。ザキ来い、ザキ。ふざけんなよ。お前じゃそりゃない。もうお前そりゃねえだろうがよ。さあ、お前そりゃねえだろうがよ。そりゃねえだろう。なんだよこのゲームよ。あー、これ負けた。なんだよこの。見事だ、君の勝ちだよ。なんで隠ついてんだろう。ちょっとククール難しいな。難しいっちゅうから俺全然ククール対ククールなんかやりたくねえんだよ。俺はゼシカとやりたいんだよ。早く終わらせて美女たちと戯れて。俺はゼシカとやりたいんだ。ゼシカと。もうなんでこうククールでやるとゼシカと当たんねえんだよ。これ絶対なんかフィルタリングみたいなのかかってるよな。いや、これ絶対わけのわかんねえフィルターみたいなのかかってるよこれ。どうするかな。おかしいもん。はっ。無駄。全てを見る。さあ、行こうか。マッチング絶対おかしい。笑。いや、絶対おかしいよね。いや、これはちょっとね、これは言っていいのか、言っていいか。打てる手はないみたいだな。私のターンだ。いやー、だるい。いやー、だるい。俺のターンだ。ここでカラス、カラで、カラスで、これは、これは、はぁ、はぁ。これ一旦我慢だ。ここで今までの俺だったらここでガチャゴクを出しちゃうんだけど、これは次でピサロが出てくるからそれで出した方がいいな。いでよ我が血族。そうなんだ。さあ行こうか。
そう、ここでチャコッコ出して、次ライバーンで行った方がいいんだよ。私のターンだ。まあこれ多分チャゴッコ落とされるから、チャゴッコ落とされなかったらこれナイス。チャゴッコ落とされて、なるほどね。俺のターンだ。いやーカードいまいちだな、カードいまいちだな、いまいちだな。無だ、すべてを無。頼むよ。いやもうこのオーレンも増えたな最近な。さあ行こうか。まず、こいつをくれ。癒しの波動。これで4発そうだ。オーレン倒せ、オーレン。オーレンに行けよ。もう一回オーレン。オーレン。お前ふざけんなよ、もう。すでに行動済み。はっ、打てる手はないみたいだな。いまいちだな。何にするかな。いやー、うっとうしい。はっ、闇への雲をつつこない。風さん日課のいたそう。さあどうするかな。こんなんでザギ使うのもったいねえな。味方リーダー攻撃食らってない。ホイミスライム、ホイミスライム。時間も少なくなってきたし、さっさと終わらせるか。はっ、もうそっちかよ。私のターンだ。やべ、貫通ついてんの忘れた。何やってんだよもう。
闇への供物。ひどい、ずいぶん回ってるな。いやーこれはしんどいな。いやこれはしんどいな。いやこれはしんどいな。なんで打ちたくねえな。こんな瀕死みたいのために打ちたくねえな。だ12点、まあ打ってでほいな。グランドクロスがでほいみ。打てる手はないみたいだな。無駄、すべてを無。向こうのペースで進んじゃってんな。はっ、いでよ我が血族。オッケー、オッケー、さあ行こうか。17点いかれないと思うけど、6点9点から8点は多分出ねえから、これはこうからの MP が足りないぜ。打てる手はないみたいだな。何、これ多分処理してくんだろ。処理来ねえのかよ、マジかよ、マジかよ。ナイスこんばんは。ナイスこんばんは。いやもう、あもう年な。俺のターンだ。これやべえな。これやばいな。これやばいな、ちょっとやばいな。これ負けたな。これ負けたな。ベホイミ。ここでゾーマとか渋いな。6点9点。いやー竜王出してえけど一歩遅えな。6点9点、まずオーレンを倒す。はっ、本当クールって圧倒されたね。打てる手はないみたいだな。時間も少なくなってきたし。いやーこれでクールはなかなか気持ちいい試合できないよな。ほんとゼシカと当たんねえよ。これゾーマ、ああそこ。いやーきつい。さあどうするかな。いやーきつい。いやーきつい。いやーきつい。打てる手はないみたいだな。2点打たれたら負け。何にする。
ーもう最悪だ。私も一緒に戦います。あーもう最悪だ。これでも食らいなさい。いでよ我が血族。 なんで自分が使うと弱いんだろうな。どの道進んでるけどな。俺のターンだ。一応ウォールが張れる。わらわら癒しの波動。あーこれなんかゾーマに回復しそう。よし繋いだ。無だ。全てを無。繋いだ。可能性を繋いだ。あ終わった。終わった終わった。終わんねえか。こっから2点やらえ。ねえ。おい、修道院で見た顔ですね。この杖の力、ご覧に入れましょう。さあ、行こうか。ベリアル。ああもう最悪だ。負けたな。ドルマです。キャラによってセリフ違うの好き。負けた。指導助けて。負けた。指導が必要だった。指導来なきゃ負け。弱いじゃんククールよ。もう結構引いてこなきゃダメじゃん。俺の負けだよ。こんばんは。ナイスこんばんは。もう弱えぜ。欄干なんか慣れねえじゃん。こんゼシカのがまだ強えじゃん。やもう何なんだよ。いやこれは困った。結論、弱いよククールは。いやククール弱いな。ラストラスト早く終わらせて。ちょゼシカ、美女たちと戦う。ちょゼシカと一回戦わしてくれ。ちょゼシカと戦って負け。お前もう何なんだよ。お前一回も来れないよ。おかしいだろうが。絶対おかしいよなこれな。これじゃねえ時ゼシカ超来んのによ。行こうか。やべえ、このなんかマッチング方法がこう不正って分かったらライバルズ嫌いになりそう。絶対ランダムじゃねえこれ。見せてはないみたいだな。見せてやるぜ。俺のターンだ。いやー渋い。俺のターンだ。今テリーばっかだよ。テリー多いよね。じゃテリーに勝てんのは何？ピサロか。どうするかな。こいつを食らえ。撃てる手はないみたいだな。見せてやるぜ。ないわこつ。課金しない人にはでしか来ないってマジですか。あ、そうなの。三日月よ、俺に力。行こうか。おお、ただシード起きた。俺のターン。ミッドレンジかコントロールっぽい。あー鬱陶しい。あー鬱陶しい。
見せてやるぜ。よし、終盤なんとか乗り切れそうだ。ベリアルとゾーマもあるし、なかなかいいな。あ、間違えた。ちょ、ごめん、間違えた。ちょ、マジ間違えた。ちょ、ごめん。また計算間違えた。ま、ちょっと、また、歯の一ポイント忘れちゃうんだよな。打てる手はないみたいだな。もう、サレンダーかよ。強い奴がいたとはな。サレンダー早くねえか。頑張れククール。ちょ頑張れ、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 ちょゼシカ、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 もう一番いるゼシカ、ゼシカ。さあ構えろ、俺が相手してやる。ランカー、ランク外。指導を持っとる。やってやるぜ。どうするかな。前半はまずボーンバットに任せる。見せてやるぜ。このドラクエラインはちょっとあの毛色が違うのかもしれないですけど、あの動物の森やってる人。行こうか。いや俺も全然やったことなかったけどよ。これで回復入れとくと貯められてもやられない。癒しの波動。それフレンドの鉱山に行ってみたいな。俺のターンだ。よし、こい。刃砕き。いやーこいつ本当性格悪い。俺のターンだ。性格悪い。やってやるぜ。いいよ、後半もつれ込め、こっちのもんだ。イカズチよ、俺に力を。森にお酒はないので社長には合ってない気がします。さあ森にお酒ない。お酒飲まない。いやーチョコどうする。これライバーン出してもやられんのこっちだな。ライバーン出してもやられんのがオチだけど。レジェンドも簡単だよな。どうするこれ。ライバーン出す。これ狩られて向こう残っちゃうから絶対買ってくるよな。ここは我慢だな。こういう我慢を覚えるのは大事。この 3MP もったいないとか思うけど、これを我慢すんのが大事なんだよ。見せてやるぜ。前半ターンは致命的に殺されることないから。奇跡の通りだ。ナイトマは俺のターンだ。よし、20点でしょ。
1000でこれがこれ回復しといて、癒しの波動、よし打てる手はないみたいな、ね、これ俺のターン、これでライバーに打ってこない。はやぶさ切り、なんだよそれよ、見せ、なるほどね、さあなるほどね、腹立ちますね、いやこれは腹立ちますけど、これはもうベホマ、ベホマカード2枚、はっ、蹴り相手してると本気で金入れたくなる、打てる手はないみたいだな、見せてやるぜ、いやテリーはこれここで雷鳴来たらしんどいな、神々貴族、いやーかなり回っちゃってる、いやーもうザラキ欲しい、いやグランドクロス、グランドクロス届かない、いやーちょっとこれ、いやー渋い、いやー渋い、いやー渋い、いやー20点、いやー次剣来たらもう渋いな、20点、これ指導でも倒せないし、ザキ、レホイミ、打てる手はないみたいだな、俺のターンだ、だましだまし来てんな、そろそろ本気で行くぞ、いやー渋い、いやーきつい、俺に力を貸せ、いやーきついです、いやきついです、きついきつい、いやー次ヒンサル、やばいやばい、ちょもうやばい、行こうか、ちょやばい、こんばんは、もうやばい、もうやべーよ、もうやべーよ、ガチャコッコ、はっ、いや負けたな、なんとか指導まで回したいが、指導まで回ったところでもう、いやもう負けた、はやぶさ切り、なんで敵ん時は強えんだよこいつらはよ、でもなんで敵ん時は強えんだこいつら、ほんと、いやちょっと不甲斐ない、不甲斐ない、ちょククールマジで不甲斐ない、いやもうちょっとみんな全然勝てない、何なんだこれ、こうゼロになったらもう諦める、お前はいいんだから動物の森でもやってろよ、いやちょっと待って、いや勝たせろや、ダブル、ちょっとククール、いやここででもブレると違うんだ、ここでブレちゃダメなんだ、俺の出番か、ここでブレたらダメなんだ、ここで美女たちと戯れたいね、やったー、いやマジもうこれ負けたらやんねえ、いやもうこれ負けたらマジやんねえ、狙って成仏、いやこれ負けたらもうやんねえ、やっと来たよ、オーストラリア行ってた方が良かったんじゃねえの、来たぞこれ、行こうか、よくオーストラリア話なんか覚えてる、来たよだよ。負けたらドラクエ10やって、レジェンドはワンミスで負ける。
かよ、ドラクエ10何やる。防衛軍獣倒してえな。獣の称号を取りてえな。そしたら防衛軍卒業だな。俺のターンだ。お前じゃ無理だよ。なるほどね、なるほどね。パワースナイプ、うん、防衛軍で減衰になるんだよ。なるほどね、パワースナイプ。いや、どんぐりベビーでいいか。どんぐりベビー出してからの歯、癒しの波動。カードが足んねんだ、カードが。あ、いいね。打てる手はないみたいだな。容赦しないわよ。よし、いいぞいいぞいいぞ、いいぞ。じゃ、これ負けたらもうランカメだぞ。なるほどね、おー、いいよ、いいよ、いいよ。行こうか。頑張って。ここに1186な、これ打てる手はないみたいだな。私のターンね。とにかく追い込まれんね。とにかく7ターン目まで、とにかく7ターン目まで頑張れ。とにかくな。俺のターンだ。盤面厳しい。盤面相当きついよこれ。盤面きついな。ホイミンボーンバット回復だ。ボーンバット、よし。これで容赦しないわよ。これで人玉はボーンバット打つしかないから、こっちはのらりくらり後半までいけりゃいいんだから。とりあえず13点。いやー、もうね。なるほど。おお、そっち来る。さあ、行こうか。いやー、渋いね。ククールでもジェシカに押し込まれることあるけどね。味方のリーダー回復の1枚、こう。それから。1枚引くわ。レホイミ、これガチャごっこ落とす意味あるか。どうせ魂で打ってこねえか。確かにやっと出会えたけど負けるってま。パワースナイプ撃つ必要あるか。時間も少なくなってきたし、さっさと終わらせるか。9点11点13点笑えねえな。13点か。13点はダメだな。いや、これダメだ。13点ダメだ。こいつをくれ。撃てる手はないみたいだな。私のターンね。レジェンドも行って、レジェンドのランカーになりたいんだ。1万円10点11 14点、14点はそこ打ってくるから、まだリーサルではない。まだリーサルではない。ベラトーマ、おお、こう来るね、こう来るね。おい、ちょっと待っておい、やべえぞ。かいよ。俺のターン、お前ふざけんなよ。6ターンで何もできねえよ。ちょ待っ、ここか。ちょ、なんだよこれ。ベリアルも届かねえしよ。おわ、もうなん
だよこれ、ちょっとほんと届かねえな。終わった。いやまだ終わらない。大仁田敦はまだ国会議員、ベリアル間に合わないのは辛い。これは負けだな。勝つ路はある。お前これ負けたらやめるって言ったからな。打てる手はないみたいだな。だから言ったにゃ。まず回復だろ。まず回復なかったからな。ベリアル前に勝負決めようと来るからな。相手はジェシカに負けるのは悔しいな。なんなんだよもう。これマジで勝てねえこれ。お手上げさ。ちょククール弱い。ちょククールは弱い。ちょダメだ。ククールダメだ。もうなんなんだお前ちょっと。何これ。もうダメだ。いやもうダメだこれ。デッキ構成変えよ。これだけいて顔とかはロス。ククールも弱いけど構築も終わってる。で構築いいの教えてよ。使いましょう。強いよ。おしまいだ。おしまいだもう。おしまいだよこんなもんよ。もうククール一生やんね。もうククールこのシーズンやんね。で最後テリーで気持ちよくなって終わろう。任せておけ。もうなんなんだよもう。あれもうアリーナとかもあげない。なんなんだこのカードは。ふざけんなよ。もうククールは弱い長期戦だからめんどい。私のターンね。私のターンね。あっやってやるぜ。私のせいせいしてピサロやれ。やっぱミネアがいいよ。身の丈を知れ。レジ380すごいね。あっ思いっきりいくわよ。いやこれ強えなおい。強えなおい。格闘パンサー。見せてやるぜ。格闘パンサーはまあ許さないね。まあ許さない。はやぶさぎり。アウトギル。私のターンね。格闘パンサー倒さないでもよかったな。俺のターンだ。チャコッコ。気合入れてくよ。それは中盤は縦魔人出せりゃペースが逃げるからな。なんか俺このセリフが好き。私の技たっぷりと味わわせてあげる。たっぷりと味わわせてあげる。俺なんかこのなんか言いました。そういやもうそういやてやるぜ。これはまずこれ縦魔人だね。剣が来ねえよ。ちょおい手入れが2枚来て剣が来ねえとかどうなってんだよ。ちょ剣来いよ。剣を求めても来ねえよ。頼むぞ。うわそらねえよ。お前回し蹴り食らってやろうとして何後ろ下げてんだ。来た。アリーナでレジェンドってことですね。ここスライムだ。スライム知ってた。何これ。覚悟しておけよ。奇跡来たな。これで勝てる。いやこれは三日月よ。これちょっとビビらしい。これちょっとビビらしい。これこれざっくりビビらしい。これこれで様子見だな。思いっきり行くわ
これいろいろこういうギミックあるんだ。これタイガークロー。いや渋っ。手入れ手入れで勝ちだ。やってやるぜ。なるほどね。やい、 MP が足りないな。気合い入れてくよ。さあ行くわよ。だるー。これはだるいですね。あ、これはだるいですね。俺のターンだ。あれ、殴り忘れ。あれ、お相手殴り忘れ。何ですか、まあ、さあ試し切りと行こうか。はっ、これ盤面取った。ナイスピョンギさん。これで様子見だな。ここで盤面を取り返して、私の技たっぷりと味わわせてあげる。雷鳴はよ。ちょ、雷鳴来いよな。いやー、もうこれ鬱陶しいな。はっ、うわ渋。見せてやるぜ。殺され方地味だよ。さあ試し切りと行こうか。こっから何が来るかだよ。ゾーマね。今の貫通しなかったも意味がわからない。やってやるぜ。今貫通でよかった。将軍かね。いや将軍だぜ。
あーだるい、これはやばい。あっ、見せてやるぜ。いやーこれ4なんだよな、キラーマシン抜けねえんだよな、キラーマシン抜けねえのはダリよ。俺に力を貸せ。悩ましいな。ワンジャンプ。いやだりーな。あー負けた。ひどいなおい。もう俺としたことが、もうこの後ろ下げられてウォール、このはあっ、あっ、出ます。ダマスカワズを引きってたら勝ってたかもな。もう減りようがないから死にせず負けられるぞ。また負けた。将軍出してキラマ取った方が良かったな。ああそっちか。アリーナ相手に仁王立ちはあんま役に立たない。くさ、後ろ下げられるんだよな。くさ、やりようでは勝てたな。わら、はい、皆さん0ポイントになりましたので、今のレジェンドの人数が上がります。やば、31,335。2位の人すげえ追い上げてんな。ああ勝てねえな。私の出番ね。早く行きましょ。いやーちょ、これハマるよな。いや、動物の森で癒されたい。私の中だから応援ちゃん倒率がかなりいるだろうけどな。わら、レジェの中で最下位はロス。31,335人もレジェいるとかすげえな。すごいよね。いやゼシカ最強か。最強かゼシカ。いやーもうひどいな、しかしな。さあ行くわよ。いや俺もしランク下がってたら今頃プラチナ5枚落ちてるよ。もうできることはなさそうね。見せてやるぜ。3万ゼシカ結構な人数やってるんやな。いや300万人ぐらいやってんじゃん。私のターンね。ステルスこうやって周りだとハーでためらんねえんだよな。もうできることはなさそうね。やってやるぜ。ねえ、日本じゃ今ドラッグこれが一番多いじゃん。これと動物の森と最近スマホ界すごいな。これ貫通されっかな。これここに置いたら貫通されっかな。テリー5ダメージ食らうけど、ここの心理だよな。5を食らって貫通、まあ貫通するか。倒してきて貫通させるか。ということはこれは運営の重課金者に苦戦してもおかしくないですね。日本だけで見ればライバルズもが人多そうだな。ねえ、もうでき
切ることはなさそうね。見せてやるぜ。基本ステルスはちょっと顔にちょっとイケメンしないとな。いやこれ鬱陶しいですね。これはやっぱこれうざ。ドラクエ10より多いのでは。ドラクエ10より多いと思う。三日月よ。10倍ぐらいに。俺に力を。スマホゲームはやっぱ強いよね。私のターンね。これしびいな。17点なんだよね。17点だからこれはね。もう相手に好きな感じなのでな。これ一旦我慢するな。いやーこれ一匹打っていいな。いや3点もったいねえな。これ我慢する。やってやるぜ。お手軽なのとゲームやってるように見えないのがいいんですかね。そこね。俺の求めるものは最強の剣だけだ。ここで相手がどう打ってくるかだ。お遊戯王ジャンルですかね。大役ですよね。自分で使ってるといけいけって思いますが、使われた時はって思う。ここでガボがまあまあ役に立つ。食った分はちゃんと働くぞ。フレンの炎で焼き尽くしてあげる。こいつ奇跡の剣来るじゃん。奇跡の剣来るが、とにかくテリーはもうダメなんだよ。15点以下にしちゃう。もうできることはなさそうね。俺のターン。そろそろ決めないとね。9点、14点。覚悟しておけ。14点。行って。これは16。みんな、ごめんよ。容赦しないわよ。見せてやるぜ。8点、13点。俺の求めるものは13点、15点だけだ。さあ、試し切りと行こうか。あー、これは切ってくる。これはもう行くしかねえ。次で6点、はい。レランドを確認してると見せられるだけでね。もうできることはなさそうね。俺のターン。オッケー。一応さあ、試し切りと行こうか。刃砕き。いやその手があったかも。刃砕きとか渋い。刃砕きは渋いな。刃砕きは渋い。
横で上げてハーと来て、はやぶさ切り、これで顔よし、ナイス勝利。いや強えな石川。社長ナイスこんばんは、ジャパンカップ帰りで見てます。ナイスこんばんは、ナイス。ジャパンカップどう勝ったの？俺としたことが。サンブラック勝ったの。こっからや、こっから10連勝でランカーや。ククール、テリートは何だったのか。いや、ちょっと待って、やっぱ魔法使いちょっと強いなぁ。普通に勝ってるとみんな知らーとしたわ。早く行きましょう。こんばんは、放送お疲れ様です。ナイスこんばんは。もしやりすぎちゃったら、ごめん。これはモーモン出してあのテンションアップでもいいんだよ。こっからちょっと、こっから分かれるんです。こっから分かれるんだ、好みが。モーモンテンション、もうできることはなさそうね。俺のターン。こうするとユニット出してきても対応しやすいと。容赦しないわよ。なるほどね。でこうするとね、ここは4点取り。私レベルアップしてきました。ブラザー、日曜だしでしかで余裕でした。ナイス。見せてやるぜ。おいいね。覚悟しておけ。ちなみに皆さん、ドラクエ10待ってる人。ドラクエ10待ちの人、さあ行くわよ。これがな、これがマポレーナ行きたいけど怪しい影でボカン、怪しい影ボカンだけど、これはなんとね、ステルス、こう、これまだ打たない。15点にしない。俺のターン。防衛軍、あの獣来たら教えてくんね。獣の軍団。防衛ギャンブルしてほしいです。ギャンブルな。うわー、それ撃ってくんだ。ここがでも待ってましたで、マポレーナでこれで、これで落とされねえんだよな。獣多分8時からです。は
8時や、ほんとステータスがレリアル、わら。これ皆さんはどっち殴ります？これ人玉とテリーどっち殴ります？俺人玉殴る。人玉派かな。俺人玉派かな。いや顔でもあれだよ、結局15点以下だよ、15点以下だよ。溜まってるし、これいいから。刀だな、奇跡持ってるし。やってやるぜ。強いて言えばシャドウだと思った。7時からランダムで8時から獣ですね。指示がランダム。あ、そう来るんだ。お疲れ様です。オーグル。あ、これ行ったか。これ行ったな。これ行ったな。これ13点、1点足んねえな。1点足んねえな。1点足んねえわ。あ、間違えた。あ、いけねえ。あ、いけねえ。あ、いけねえ。あ、逃れ、あ、いけねえ。あ、いけねえ。今、あれか。じゃあ、あれ。え？そろそろ決めないとね。ちょっと今、どう間違えたか。あー間違えた、まあ、これがこれだよ、まあ、アホか、お前アホだ。うーわー、ディーサルミスとかアホだなこれ。いやー、ディーサルミスはアホだなこれ、ほんとごめん。いや、ディーサルミスマジゴ、これ一番やっちゃダメなやつだ。うわー、これお前マジ一番、これ絶対やっちゃダメなやつだ。絶対やっ、これ超プ、これ一番ダメなプレミだ。うわ、これ今のはダメだな、まあ、勝てるけどダメだなこれ。これはひどいな、ちょっとな。いや、これ今一番やっちゃいけなかったやつだ。何のために焼くんだって話。うわ、ひどいなこれ。回復しちゃうしな。そうでもなかった。まあ、マポレーナに倒した勝ちだけど。おお、だる。まあ、泥ヌーバーはすり抜けるけどな。悩ましい。さあ、行くわよ。いや、今のプレミアダメだな。ダメだな。結局魔法師くんだよな。ダメだな、今。ほんとごめんなさい。ほんとダメだ。ほんとダメ。いや、今のほんとダメ。こんなん負けに等しいわ。めちゃめちゃ負けに等しいわ。お情けメラゾーマ。いや、ほんとだよ。あのプレミで勝てるでしか。いや、ほんとだよ。あんな致命的なプレミで。まあ、ご覧の通りステルスジェシカ強いっすね。今レジェンドに上がれなくて困っている方はこのステルスジェシカおすすめですね。あんなプレイングミスしても、あんなプレイングミスしても勝てる。ほんとだよ、あんなも致命的だよな。俺のターンだ。顔ついてんのにターンミスはダメだ。本当だよ。さあ、行くわよ。
食用順は？もうこれでいきなり4点与えられるわ。わかんないですよ、4点だから。無傷で4点だから。もうできることはなさそうね。さあ、スライムどうするかな。お、一角ウサギだ。知ってたこれ。お、一角ウサギ出てくる。お化けテンションのがいいんじゃね。癒しの波動。よーし、しないわよ。一角ウサギは初めて見た。一角ウサギ渋いよ。いや、これはちょっとね。いや、これは俺もボッコボッコ殴るよ。もうできることはなさそう。クーラーボッコボッコに行こうか。特攻だ、特攻。特攻、特攻も。さあ、行くわよ。ラボでしょ。いや、俺これメラゾ売っちゃう派なんですけど、どうすか。もうガチャごっこ3だし、メラゾ売っちゃう派なんですけど、僕。ゾーマや指導って必要？メラゾボカーン、励めた、ジガーン、モーモン買おう。どっちかというと、この局面ではちょっとユニットを大事にしていく。うん、ガボいるしな。メラミテンション一玉は？メラミテンション。自分の意思でしなさい。メラミ、はぐめたわ。いいと思う。いや、俺もこれボガン。ボガン。ボガン、ガツンボガン。そろそろもうできることは。俺のターン。もうじりじらじりじらせらせよ。もう9点取ってか。私のターンね。まあこの後ね、フェアリー来る覚悟もしてますよ。ここは一回こうからのロウソクからの上げて、はい。はっ。ボッコンボッコンですよ、もう。もうできることはなさそうね。これで25対12だから。行こうか。ただ気になってんのはグランドクロスの位置にモロ置いてるっていう。グランドクロス位置にめちゃめちゃ置いてますけど。青箱はよ。いや、これちょっとこれだるいな。これエビルチクリンだるいな。エビルチクリンだるいな。エビルチクリンはダメだ。エビルチクリンはダメだ。いや、エビルチクリンはダメだ。これちょっと調子乗りすぎたな。このまずボガン。いや、チクリン、いやーこれまずいな。これちょ調子乗りすぎたな、これ。いや、これは調子乗りすぎたな。いや、これやばい。いや、これちょっと調子乗りすぎた。これはちょっとな。妙立ちがぶっ刺さる。これ刺さったな。何回読んだ、わら。これでも。急ぎすぎてテンションためられてないから息切れかも。刺され。そろそろ決めないとね。よっしゃー、ざま。もうできることはなさそう。よし、運ゲーを制した。俺のターンだ。これで次のガボが効いてくるよ。マジか。運ゲー決めてく、わら。運ゲーにした、わら。運ゲーにした。はっ。いやー、うざい。それは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 うざい。
あーもう、あー嫌なとこ来たな。いやすげえ嫌なとこ来たな。壁返せねえ、わら。どうなるか。オールマリア、正直だいぶ強い。グレンの炎で焼き尽くしてあげる。電撃戦失敗したら悲惨な運命が待ってる。オイラに任せて。まあ負けだろうな。負けませんよ。もうできることはなさそうね。さあ行こうか。これは負けやろな。負けない。よし蹴る。BGM いいですね。ワンチャンあるか。ワンチャンワンチャン。いやーマジか。いやマジか。いやマジか。いやこれしびれ。いやこれやばい。チョコラやばい。もうダメだ。チョコラやばい。チョコラやばい。チョコラやばい。やばい。ちょちょやばい。やばい。もうやばい。もうやばいよこれ。いやもうエビルチクリン、もうチクリンがもうチクリンにやられた。マジこれナイスカード来い。いやゴミかよお前もう。あもう時間お前いたずらモグラの前でいいよ。もうできることはできそうね。俺のターンだ。いやこれ調子乗りすぎた。思想が出ておる。あーこれは調子乗りすぎた。これは強い、笑。あーもうさ、俺もこういうクールがやりたい。いやーもうこれ、これもうひどい。あーこのクール最悪だもん。ちょ、指導いや入ってね。お相手楽しいやろな。気持ちはわかる、笑。なめくされてますね、笑。私のターンね。もうダメだ。9点13点も負けた。もうひどいよ。あ、ひどい。見事だったわ。私の負けね。あ、ひどい。やっぱジェシカの天敵やな。なんで俺負けたんだろうな。ちょ、ダメだ。全然進まん。舐めてるつもりが舐められてたんですね。ジェシカでも勝てない。わら。ひどい。ちょっと動物の森でしたね。どうしてこうなった。言うてククールは5分くらいやと思う。エビルチクリン一気にやられた。ひどいよもう。ちょ動物の森へ、まあ、ちょっと3分インターバルしよう。いやもうこれ癒されるかな。動物の森ポケットキャンプ癒される。ちょっと5分インターバルな。敗因は見た目の竹槍。いやー竹槍そうだな。あれさ、いやダメだな。動物の森ギャンブルできますか。ギャンブルできない。ただなんか市場場合あるよ。森でジェシカか。平和な世界に。これどうやったりするの。これフレンドになろうぜみんな。フレンド。これフレンドになろう。竹槍は敗因だな。これどうやってんのこれ。自分の ID 教える。動物の森わら。みんなこれ友達になろう。友達が。竹槍は終盤のダメージ神を抱き取ったとかがいいな。竹槍がな。7、9、6、9、2、8、7、8、2、9、7。ナイス。ちょ、友達になって一緒に鉱山行ってあれしよう。癒されよう。友達いないで、友達ゼロ。今友達ゼロ。高子が日本帰ってきたらやりたいっすだ。7、9、6、9、2、8、7、8。もう2193にしよう。あの大企業アルファジャパンのフィック様とフレンドなれるってマジですか。地下鉱山千年狂気。ちょっと癒されようぜ。いやこれ結構ねのほほんとやるにはいいっすよ。誰かフレンド送ってくんないかな。相手の友達です。誰かフレンド送ってくんないかな。渋くちょっとさらさないから。ちょまだよろしくな。
7969287829、よろしくな。7969287829。 YouTube にも貼ろう。チャーラ。いやーもうほんともう負けすぎてよ、もうこの放送だけでしか出すのやめよう。7969287829。はい、よし、再び戦場や。あれ、あれ、おや、送りました。おや、動物の森って名前メス集してやる気起きない。あれ、ちなみに、ちなみにデッキ見せるよ。メラゴースト、メラゴースト、イタズラモグラ、イタズラモグラ、お化けキャンドル、お化けキャンドル、モーモンモーモン、メラミメラミ、シャドウシャドウ、タキアリタキアリ、ドロヌーバドロヌーバ、ミミック1枚の怪しい影、怪しい影、マポレーナマポレーナ、ハグメタハグメタ、メラゾメラゾ、レジェンドガボしかいない。って言ってました。本当。今はミミックじゃなくてキャットフライがトレンド。こんにちは。本当キャットフライの方がいいかな。今日みたいなやつですね。間違えた、もう何でも。最近のこういう選ぶの雑に。私のターンね。メラミとか選ぶ。頼むぞ。超みたいな線。出てて、あ、打ってくる。竹谷さんのこれまでやり方が使うことない。津田氏はあんまりダメですよ、社長。私のターンね。竹谷とマポレーナ入れるなら有利トレード使うとき以外。携帯の番号にしては少ないですね。あ、普通に出しちゃダメなんだ。11の死亡ドローンのやつじゃね。さあ、行くわよ。キャット22じゃなくて、チェレッチェッチェッ、私のターンね。あ、マジックバタフライね。マジックフライね。いやこれさ、テンポゼシカか。いやこれはね、これはね、これは焼きます。切ることはなさそうね。行くわよ。アイスが鬱陶しいんだよな。いやこれも鬱陶しいんだよな。容赦しないわよ。いや現実師も鬱陶しいんだよな。で現実師はね、これは倒します。もうできることはなさそうね。行くわよ。一つ一つの判断が大事。で竹槍兵はもう、竹槍兵はおっしゃる通り、竹槍兵はおっしゃる通り、俺は出さない。
確かに、は、いやーもう鬱陶しいですねこれね。いやこれは鬱陶しい。私も送りました。いいよ。いやいい音かだる。いやだるいなこれは。グレンの炎で焼き尽くしてあげる。はっ。こっから1コスもあんま来ねえから撃つ。もうできることはなさそうね。よし、試合はよ。玉よけメラゴースト出して、いやーこれね、ああなるほど、ああ、あーそうきますか。ナイスワゴツ。私のターンね。なるほど、これは参った、これは参った、これは参りました。これは参った、これは人玉と相性の悪いカードが2枚。いやーめちゃめちゃ刺さってんだこれ。いやこれは参った、これは参りましたね、これは参りましたね、これは参りましたね、これは厳しいですね。これは参りましたね。ここで言う、いや渋いね。私のターンね。ナイスカード。いやこれはナイスカード、これはナイスカード。食った分はちゃんと働くぞ。グレンの炎で焼き尽くしてあげる。もうできることはなさそうね。行くわよ。ナイスカード、ナイスカード。これはガボいい刺さり方しちゃう。これあちらもカード少ねえからな。13点。私のターンね。ナイス。はっ。さあ行くわよ。このターン耐えればいける、このターン耐えればいける、このターン耐えればいける。ちょっときついけど、いややばい、負けた。いやちょ骸骨骸骨骸骨。うん、私が負けるなんて。メラゾーマあんじゃん。ちょ勝てないな。ここがちょっと勝てないな。ちょっと勝てないな。
ちょ、勝てないな。ワタボー出てきたと期待したのに。ちょ、勝てないな。私の出番ね。早く行きましょ。ちょっと勝てない、ちょっと勝てないな。社長、ナイスこんばんは。ナイスこんばんは。ちょ、勝てないな。メガドンのジェネックのゴレイまで一玉守ってれば勝ててたな。悲しい竹、とうとうレジェンドですか。レジェンド、レジェンドからランキングを目指してるんですけど全然進まない。もうできることは私の。俺1万円に入ればいいんだ。俺はほんとジェシカだらけですね。いやでもククールでやるとジェシカが来ないんだよ。全く来ないんだよ。許せねえよ。グレンの炎で焼き尽くしてあげる。さあ、行くわよ。もう本当はこれ一回テンション上げてもいいぐらいな感じだけど、まあ一応な。私のターンね。この流れで出していくとカードなくなってテンションが上がんなくてな。なるほどね。なるほどね。なるほど、これはですね、これはいたずらモグラはしんどいんで、はっ、もうできることは私のターンね。いたずらモグラが2枚出てきた時がしんどいんだよな。これ確かにキャットバット多いね、今ね。俺もキャット、俺もあれか。行くわよ。キャットバットにしていくか。時代の流れでな。人玉。さもうできることはなさそうね。よししないわよ。いやーもうセクシービーも多いな最近。もうセクシービーも多いな。さあ行くわよ。レジェンドなれたんですか。レジェンドなりました。いやーそれはだるい。私のターンね。動物の森フレンド申請させていただきました。ナイス。しょうがない、もうこれはもう倒すしかないんだ。手札きついね。手札きついね。
いやー、これもなグレンの炎で焼き尽くしてあげる。これはもう攻めていくしかねえ。もうできることはなさそうね。さあ、行くわよ。こっちが12点。ゆっくりしてても勝ち目ないからな。これでちょい有利ぐらいかな。カード来たね。これはいいカード来たよ。顔しか見えない。相手から死ねよ。笑っ、もうできること。これでメラミメラゾーマ引きで勝ち。これでけえよ。次のターンは乗り切れるから、メラミメラゾーマかなり引ける可能性高えよ。まだ25点あるのはでけえな。これはもう9割方有利だね。とか関係ねえとか強えよな。そろそろ決めないとね。いや、まだ結構残ってるよな。19分の結構残ってるよ。しないわよ。いいよいいよ、ゆっくり引いてっからいいよ。いや、引くだろう、18枚から。私のターンね。引いてこい。失礼いたしました。グレンの炎で焼き尽くしてあげる。まあ結構広かったな。ハグメタでも OK だしな、私が負けるなんて。ラボでも OK だしな。なんやこのゲーム。這い上がるんだよ。ミラーは先行有利。ほんと失礼やわ。これ止まんねえけど、ちょっと防衛軍の情報待たねえと。6000円、ランク外です。トルネコ1本ナイス。最高2000。雪辱さん32。雪辱さん32で渋いな。何ぬっちゃんぜだ。ちゅうか、20人近くレジェンドいるチームってすげえな。なんか企画してえな。私の
行きましょう。これ買ってあれだな、これ買ってドラクエ10かな。結構仕事残ってんだな。いやー、ここで宿敵が来るだろ。出て今1万近くぐらいやろ。いや、1万に3万人今。3万だよ。もうできることはなさそうね。さあどう、ナイスコンパンは、ナイスコンパン最後4万人ぐらいいそうだよな。さあ行くわよ。ライバルズとイジューの神役でトイスクエに本気出してきたな。もう本気だよな。バージョン4神アブデと言われてるよな。もうできることはなさそうね。俺のターンだ。7時獣だったらドラゲテンジロ。あれ？防衛隊が面白い。これさ、これ処理する？イエローシックル。これメラミとあれで処理する？もうそれともほっといて、もう諦めるこいつ。シャドウなかなか貴重だからな。これ処理するかしないかで結構迷うんだよな。シックルずっとほっとくとめんどくさいしな。ここいつも悩むんだよな。処理するかしねえか。処理はありなんだよな。まあボレーがいるしな。処理だ。そろそろ決めないとね。どれもしっくりと思います。あと向こうはシックルは処理されねえと踏んでるから、処理された時にちょっと精神的ダメージが。行こうか。シックルとか何か回復されてまためんどくせえんだよな。もうガチャごっこもうっとうしいよな。ここでマコレーナがだいぶいらないんだ。ああできねえの。あ、間違えた、こっちできねえんだ。ナイスはこっち。19、20がランダム、20時から獣のようですね。だ、そのランダムが獣かどうかちょっとね。もうできることは俺のターンだ。昨日クマちゃんのとこ行きたかったけど、ちょっとな、いつ終わりか分かんなかったからな、合流できなかったな。さあ行くわよ。まだシックルだけども、これはもう鬱陶しい。このね、ピンクモーモンっていうのが鬱陶しいんだ。これピンクモーモンは殺す。グレンの炎で焼き尽くしてあげる。で、これ3だから、これはマポレーナ。ランダムは入るごとに変わるのでは。ランダムって入ることに変わるの。いや、そんなことじゃないでしょ。もうできることはなさそうね。さあ行こうか。ランダムってどうなの、入ることに変わるの。ナイスグランドクロス配置。本当だよ。入ることに変わるよ。毎回バラバラでは。マジだよ。入ることに変わるよ。グランドクロスやおい、グランドクロスふざけんな。本当。グランドクロスはやめてくれ。グランドクロスはちょっと、よし、グランドクロスだけやめてくれ。出たこの竹林よ。竹林だけは絶対許さねえかんの、これ。もう許さねえから、竹林。私のターンね。いや、ここでガボ引くか。ここでガボか。ガボか。
キクリン。いやこれはね、もうダメだ、つらいわ。いやこれが、いやこれ、いやこれ、いやこれしょうね。ガボでポコン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 、メラゾーマ、メラゾーマポコン、メラゾーマポコンからのポコンで買うな。これメラゾーマもったいねえな。くくる相手ならストレスでしかになりますね。メラゾーマ、そろそろ決めないとね。はっ、もうできることはなさそうね。俺のターンだ、頼むぞ。防衛軍行ける人、いつからの防衛軍ですか。いや、すぐの、これ豆だろ。癒しの波動、いやこれはね、いやこれなかなか面倒だな。できることはなさそうね。いやまあまあまあ、さあ行こうか。なあ、だる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 、いやこれだるこのククール強え、このククール、ちょっともう、いやもうでもガンハマりじゃねえかよ。もうこれだからよ。もうマジもうこれだからよ。綺麗なんだクール。いやまいった、俺のターン。いやこれまずい、カード、向こうカードねえけど。社長のとは全然違いますね。全然違うよ。なぜ敵だとククール強いのか。いや、本当だよ。いや、もうちょ、何なんだこいつ、この人たちは。ちょ、もう来んなよ、もう。ああ、もうやばい。ちょ、やばい。ちょ、やばい。ちょ、やばい。もう本当勝てない。もうマジで勝てない。いやもうほんとマジで勝てない、ちょマジで勝てない、ちょどうしよう。相手楽しそうやな。いや腹立つなこれな。いや腹立つな。いやこれちょっと、これはちょっと稀に見る腹立ちだなこれ。いやこれ腹立つな。あーもうちょっとマジで、見事だ。俺はちょっと、このククールのデッキ真似たい。このククールのデッキパクりたい。このククールは一番やりにくい。ハプ多いモンスターを入れるトレントククールはアジロではきつい。時間かけて相手の回転率落とせ。わら、トレントコントロールですな。トレントコントロールってやつ？戻れんぞ。なんなんだこれ、もう相変わらずなんかバグ多いな。もうバグ多いな。
んは。トレント・ククール。いやーもうほんとよー。エリュートレントいますか。あ、いなかったら渋いな。エビル・トレントいるかな俺。いるか。トレント・ククール。星見だからないと結構しんどい。テンペルトだからちまちましたのは合わない。スカラとかいるんだ。ピンクモーモン1枚。レジェンドなれないよ。コントロールミネアで叩き潰すの楽しいっすよ。あー、いないかも。あ、いないかも。あ、いないか。あ、いない。残念。1600お支払いか。それはねえな。課金だな。もうなんなんだよ。ククールやめた。ピンポイントでトレント。ちょっと他のにしようぜ、他のに。いや、渋いなぁ。ランプピサロは。ランプピサロ。ピサロちょっとやってみたいな。ランプピサロ。ランプピサロ。俺あれがねえや、進化の秘宝。俺進化の秘宝持ってねえや。進化の秘宝もドルマゲスもゼルドラドもないわ。全然ダメじゃん。全然ダメだよ。貧乏人か。次の課金の時まで全然ねえよ。ガチャかな。70位のピサロ見たい。ルシア70位ピサロ。チェレチェ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 。ルシア最後一回やるか。ルシアどうやっていいぞ。皆さん70位のもうこの300万人やってて70位のピサロ。いやーもうほんとちょっと勝てねえな。この呪文 13% に魔神系 7% が増えたベルト持ってました。大したもんだ大したもんだ。ルシアさん183890。おい、これはこれピサロだから、これピサロだから、ちょっと俺も見ねやる。福ちゃんデッキ相談乗ってよ。わら、久々にこれ見ねやる。この呪文とマシン特攻って相乗しないよ。でも70位相手に手札さらすってこれ渋くねえか。運命が私を勝利へと導いてくれる。70位相手に手札さらさない。いや、70位相手に手札さらさない。なんとそんなナメプはできねえ。隠しなよ。
混ぜて。何にするか。70にストレートな手を出した。運命一つ。よし。テンポジェシカ来たら勝てないっす。もうやれることはやりきた。私のターンだ。70位ピサロだ。あれだからね、下手したらトップ10ピサロってことだわね。全国トップ10のピサロだからね。私のターンです。勝ったら69くらいだぞ。いや、そんな絶対ルシアが勝てるってわけでもないと思うけど。銀のタロット相当うまいんだろうな。ちなみにルシアが70になる前俺は一回勝った。あれがルシアはすげえ伸びてる。しかもその時俺見奇数見ねえやから。11月の4日とか言ったよ。そんくらいだよ。闇への供物渋出してから供物早っ。いや、このピサロライトを供物にするあたりちょっと風格を感じるな。マジ風格を感じる。これはっ私のターンだ。コメントで見えないよ手札。手札見せないよ。これやべえな。何にしようかしら。いきなりこれ来ると超きちいよ。微妙に見えてるぞ。風の導き。相手リスナーなんですか。端っこの方見えてるよ。風の導き。リスナーというか70位だ。全国ランキング70位だ。もうやれることはやりきったわ。和骨ですレジェンドになったんですか。レジェンドになった。レジェンド3枚が今レジェンド70位とか。無駄全てを無駄だから、まあ、ドラゴンボールで例えるんだったらネイル VS ラリッツに殺された農家のおっちゃんだね。俺が農家のおっちゃんでルシアがまあメイルさん。なんだこれ2枚目とか。ダブル。もうやれることはやりきった。私のターンだ。しかもルシアの偉いとこが70位なのにこうやって表舞台に出てくるとこがいいよな。負ける可能性あんのによ。こういうとこ偉いよな。俺だったら絶対やんねえよ。隠したとこ。竜王早えな。私のターンです。
太陽のタロット。超ギャンブルはなさそうやね。まだ死ぬべき時ではないわ。がもうやれることはやりきったわ。無だ、すべてを無。マジかさ、もうここら辺がす、いやマジかよ。僕の最強デッキで。いやマジかよ。ちょもうこういうところがもう70位だよな。もうこういうカードが出てくるのがもう70位なんだよ。やば。ちょっとやばい。これはマジでやばい。ちょこれマジでやばい。これマジでやばい。全ての可能性をこの手に。太陽のタロット、燃えなさい。まだ死ぬべき時ではないわ。私のターンだ。今ダーク君やめたのか。やばいぞ。いでよ我が血族。ちょっとやばいな、ちょっとやばいな、ほぼ負けだなこれ。よもやその程度とは。驚いた。お前さすがすぎるだろ。なんだこの絵に描いた、なんだこの絵に描いたような。おいちょおい、ちょ天、俺の天変地、俺の天変地、俺の天変地、僕の天変地。ちょ待って、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 私の予言が間違っていたというの。終わり。ちょっと71つやな。いい絵が見れた。ダブル戦闘力を。ちょ71つやな。ダイアリでした。これダブルナイス70。ルシアさん、ぜひとも最終的にランカーになってください。さあデシカに戻りなさい。ルシアさん、ドラクエ10でね、あの企画やった時来てください。あのたくさん賞金差し上げますんで。ああもうこんなつかまこん。じゃあちょっと最後ロアとやるか。最後ロアとやってボコボコにしてな。じゃあロアさんどうぞ。もうロアボコボコにして。ちょルシアちょっと桁違うわ。もうなんか全部読んでるもん。もうたたり御前のあたりがちょっとちげえなと思った。プラチナさん、プラチナさんね、多分ロアトルネコだから。ロア別赤か。ロア多分トルネコだから、まあそこのレッドアーチャー相打ちにしとけば無理かな。8ターン目にバイアを置くだけでリネアは勝てます。さすがですね。ルシア、ちょっと来月プチオフ会来てるんだ。ルシアいくつだっけ。ライバルズ対戦したい人最近多いから来てるんだ。そういうもの気にして気分よく笑う。ギャラ出すから。準備完了。ルシアが何歳かも分かんないもんな。この戦いは楽しめそうだ。ルシアってもう二十歳超えてんのか。全然覚えてない。いや俺が初めてあの昔揉めて喧嘩してた時中学生ぐらいの時やつかな。中3だとして二十歳か。プロだから、プロワークだからな。
人質つけや。プロゲーマーはリアル出てこねえもん。女子高ゲームの話盛り上がりそう。わら、中毒で娘もやってたのがもう何年前か。運を天に任せて人生削ってんもん。やってやるぜ。毎度あり。いや、でもこのドラクエライバルズランカーだけはマジプロゲーマーだよ。毎度あり。私のターンですね。今一番、今これと動物の森が今日本で一番遊ばれてるゲームだね。俺のターンだ。毎度あり。これな、クックルークックルーが殺して、イカズチよ、俺に力を貸せ。ふっ、すごい手札。ほんとスマホゲーが派遣になってしまったな。ねえ、スマホゲーほんと俺もあんま好きじゃなかったけど、スマホゲー普通にもう進化しすぎだよな。やってやるぜ。毎度あり。ナイス、こんばんは。これで様子見ながら私のターンです。まあ、ロアも強いからな。最近フィックバーズの口をからみんな言ってるよ、これ。ほスマホは喫煙するたびに性能上がるからな。さて、とっておきのお宝を。さて、何が来るかな。俺のターンだ。一括持ったら止められなくなる。毎度あり。これで様子見だな。運を天に任せて。運を天に任せて。ちょっと今大会やったら盛り上がりそうだな。運を天に任せて。体格まで真似しなくていいのよ。いや、俺昨日今日といきなりステーキ行かなかったもん。昨日は行ったもん。今日行かなかったもん。大いなる前進でしょ。よっ、いやもうさ、渋いな。さて、何が来るかな。いや渋い。この6枚シリーズ強いよな。おりゃ、お医者さんに怒られたからですか。見せてやるぜ。悪くないね。刃砕き。これで様子見だな。とっておきをお見せしましょう。とっておきをお見せしましょう。いやー、これマジ鬱陶しい。こいつ、ちょ待って待って、これはやばい。これやばいちょマジマジ、ちょっとこれやばい、ちょやばいやばいって、もうやばいって、こいつもやばいって、もうこいつマジで強え。オーシャンクロー、俺のターンだ。なんだよ89って。どうしたらいいんだこれ。毎度あり。何89って。ちょっと89はやべえ。89はやべえ。ちょ待って、89はやべえ。これどうしようもねえぞこれ。89やべえな。毎度あり。89やべえな。毎度あり。覚悟しておけ。
サイレスかポテトナイト2。ふわ、ふん、これで様子見だな。あまり大したことないですね。私のターンですね。アンルシアね。アンルシアなんでポテトっていうの。掘り出し物ですよ。やべやべ、やべやべ、やべ。掘り出し物ですよ。やべやべ、やべやべ、やべ。アンルシアだからルシアだポテト。おお。おお。おお。強いな。おお。やってやるぜ。毎度あり。なかなかいい決まり方だね。ちょ待って。すごー。毎度あり。これで様子見だな。耐える1点。任せて。1点耐える。こいつまたいいあれもこれなんかいい回り方してんなこれ。なんかどうしようもなかったな。まずこの雷鳴が2本ある時点でゴミだもん。ちょ見てカード、雷鳴2本とかもう持っちゃってる時点でゴミだもん。これ見てこのゴミゴミ、雷鳴雷鳴、手入れ手入れ、もう舐めてんのか。初手に武器がっつり引いてたな。草ダブル事故わらわら。はっ、見せてやるぜ。ね、俺は諦めない。マジだね。そろそろ本当。マジ。三日月よ、俺に力を貸せ。うわー！これざまんやろ。これで様子見だな。倒してやる。私のターンです。12-13のオーシャンクロ倒しちゃった。どうだ見たか。毎度あり。参りました。俺もまだ未熟ってことか。ちょっと強いな。ちょっと強いな。勝てませんね。ちょっとロアさんとルシアさんのマネーマッチみたいっすね。参りました。ルシアに負け、ロアにも負け、だけ再開。ドラクエ10やろ。ドラクエ10だな。ということで皆さん、これからドラクエ10をやりますので一度ここで終わります。それではルシアさん、ロアさん、ご参加ありがとうございました。いやちょっとルシアもロアも強いよ。ドラクエ10やろ。それでは皆さん、すぐ再開します。失礼します。ここが今僕が夢を見上げる場所、その夢から僕の場所は見えるはずもなく、積み上げすぎたよ、どうしてもこれだけはあってこと、わがままなだけだった、だけどみんな